10脚目車エビ科に分類されるエビの一種。インド太平洋沿岸のナイワンサデーテイに生息する大型のエビで重要な食用種でもある。かつては多くの禁煙種と共にパナゼ族に分類されたため、学名をパナゼジャポニカスとして記載した文献や図鑑も多い。研究が進んだ結果、車エビ科の分類は細分化され、パナゼは牛エビ。 クマエビなどに限定された牛エビ族となり、クルマエビの族名にはマルスパネイユが当てられた。日本での地方名は本エビ、マエビ、ハルエビ等である。また若い個体を指すサイマキ、マキ等の故障もある。生態は体長15センチメートルほどだが、メスの中には30センチメートルに達するものもいる。体は細長い円筒型で、足は太く短い。 生体の体色は青灰色が淡褐色で黒い島が東京港には斜め、腹部には横に入る。日本産の車エビ科の中では最も島模様が明瞭なので禁煙種と区別できる。車エビの和名は腹を丸めた時に島模様が車輪のように見えることに由来する。の巨子は上に9から10下に1から2があり。 東京港の背中側真ん中には、学角から続く一本の隆起と両側に二本の細い溝がある。車エビ科に共通する特徴として、胸足の三体にハサミがあること、第二腹部が第三腹部の全部を覆っていないこと、夜行性であること、メスは卵を抱かずに一気に離してしまうこと、メスがオスより大きくなることが挙げられる。 日本近海からオーストラリア北部、南アフリカまで、インド太平洋沿岸に広く分布する。また、スエズ運河を通じて、地中海東部にも分布を広げている。日本近海での分布北限は、北海道南部で、車エビ科の中では最も北まで分布する種類の一つである。日本近海産車エビ科では、他にはサルエビやホッコクエビが、 車エビと同等の分布域を持つ。波が穏やかな内湾や、気水域の砂泥底に生息する。昼間は、砂泥の中に浅く潜り、目だけを出して休む。夜になると海底近くで活動するので、夜間に海岸の海中を照明で照らすと、車エビ類の複眼が照明を反射し光って見える。植生は雑食性で、藻類や貝類、多毛類、小魚。 動物の死骸等を食べる。天敵は、クロダイ、マゴチ、タコ等である。クルマエビ、桜エビ、ヒゲナガエビなどを含む、ネエラアモクのエビは、受精卵を海中に放出し、卵の時期からプランクトンとして、浮遊生活を送る。卵を晴らしに抱えて保護する、エビアモクに比べて、産卵数が多いが、放出された時点で、 他の動物の捕食が始まるため、生き残るのはごくわずかである。クルマエビの産卵期は6月から9月で、メスは交尾後に産卵する。産卵数は、体長20センチメートルのメス1匹で70万から100万、に達する。受精卵は、直径0.3ミ、mm、リメートル足らずの青色で、海中を漂いながら発生し、半日ほどで孵化する。孵化直後の妖精は、 ノープリウス妖精と呼ばれる形態で、生体とは似つかない、丸い体に、大きな三体の遊泳足がついた体型である。大きな遊泳脚で水をかいて泳ぐが、この足は後に触覚と大顎になる。なおこの時期の数日間は餌を取らず、蓄えられた卵黄だけで成長する。ノープリウス妖精を過ぎると、ゾヤ妖精となる。腹部がやや後方に伸び、 生体に近い体型となる。ゾヤ妖精では、遊泳足が増えるが、これらは後に、顎足や、不足となる。なお、車エビア目のゾヤ妖精後期を、網類に似ていることから、特に、ミシス妖精と呼ぶ。孵化からおよそ10日後、ミシス妖精が成長すると、今までの遊泳足が、顎足や、不足などに変化し、腹部に腹足ができ、ポストラーバ妖精となる。 ポストラーバ妖精は、原子で水をかいて泳ぎ、最初のうちは浮遊生活を送るが、やがて海底生活を送るようになり、脱皮を繰り返して、チエビとなる。生まれた年の秋頃にはもう漁獲サイズの10センチメートル以上になる。クルマエビのチエビは、海岸のごく浅いところにいて、夏から秋にかけて、潮の引いた干潟などで見ることもできるが、 成長するにつれ深場に移動し冬眠する。寿命は1年半マイナス2年半と見られる。日本では、古来、重要な漁業資源として、差し網、底引き網などで漁獲されてきた。伊勢湾、有明海など大規模な干潟や内湾を抱える地域に、多産市、愛知県、熊本県の県の魚に指定されている。ほぼ一年を通して漁獲されるが、特に夏の漁獲が多く、 旬も初夏から秋とされている。死ぬと急速に傷んで臭みも出るが、おがくずの中に詰め、湿度を保っておくと長時間生かしておけるので、この状態で出荷、流通が行われる。料理法は塩焼き、天ぷら、エビフライ、唐揚げ、刺身など多種多様で味も良く、高級食材として扱われる。加熱した方が旨みと歯たえが増す。漁業だけでなく、 畜養や養殖も西日本の各地で行われている。明治38年に熊本県天草諸島の上天草市岩島で海水池を利用した天然地エビの畜養が開始され、以来天草地方は車エビ畜養の本場になった。その後藤永元づくらによって生態、繁殖、発生の研究が進み、同時に配合飼料の研究も進んだ。藤永は 昭和38年には山口県愛予町で発揮された塩だ後に養殖のための会社を設立し世界で初めて車エビの養殖を事業化した以来山口県愛予町は車エビ養殖の本場になったエビ類では最も早く養殖技術が確立された車エビは多種のエビよりもタンパク質とビタミンの要求量が高く配合飼料も高価である 本種の価格が多種に比べ下落しないのは以下の要因がある。養殖する車エビはウイルス性の病気にさらされることがあり、場合によっては養殖地のエビが全滅することもある。2021年には沖縄県宮古島の養殖地で急性ウイルス血症が拡大、約140万匹が被害を受けた。車エビ科の大型種はどれも重要な食用種となっている。 リートパネアスバナマ若い個体資料を食べている、三成堂百科辞書編集部編、車エビ、新修百科辞典三成堂、1934年、718ページ。AB 宇都宮藤雄、西村三郎、鈴木勝美、エコロン自然シリーズ海岸動物1971年、発行。 1996年改定版 ISBN45 億8632万 1059ABCDEFG 三宅定吉原色日本用型甲殻類図鑑愛1982年保育者 ISBN45 億8630万 620ABCD 武田正智ほか新装版詳細図鑑魚の見分け方2002年 講談社 ISBN40 億6211万 2809AB ワールドレジスターオブマリーンスピーシーズパナゼファブリチウス JC1798ABCDEFG 本お用日本海の公エビとか25ページ1999年足柄印刷出版部 ISBN49 億121万7003福井県におけるひらめを呼び 車エビ種苗の適正放流手法について初期た重道水産面の甲殻類研究者と沖縄での養成研究2010年日本甲殻類学会第48回大会シンポジウム。甲殻類研究の歩み。車エビ死滅。沖縄県と宮古島漁協が競技養殖再開。問題点を検証し判断。毎日新聞。2021年12月9日閲覧。 FAO では、全世界の沿岸部に多く生息するバクテリアが原因と推定している。なお、このバクテリアは人間には無害である。参考、カルプリットビハインドマッシブシュリンプダイオフスインアジアンマスクド。FAO、2013年10月24日、閲覧。養殖エビが生産源へ、エビ死去の高値推移は必至。日刊水産経済新聞。 2013年10月23日閲覧。ありがとうございます。